中野口川大橋は、新潟県新潟市の中野口川に架か,かる橋長128メートルの新潟県道46号、新潟中央環状線の道路橋梁。新潟県道46号、新潟中央環状線の中野口港区として建設が進められ、2021年2月15日に開通した。新潟県道46号、 新潟中央環状線の中野口側を渡過する区間、中野口工区として2010年度から整備が進められていた。2015年により、株式会社広瀬により、京大の工事が着手された。工事が河川の非出水域に制限されたため工期は3年にわたった。2020年7月には、建設中の橋の名前が中野口側大橋となることが決定した。 諸言については、藤木鉄工の工事経歴書を出典としている。水難事故の慰霊碑の碑文中の口側大橋の左岸には、かつて慰霊碑が混流されていた。この慰霊碑は、1963年7月29日に発生した水難事故の慰霊碑で、当時、黒崎中学校に在学していた女子生徒3名が亡くなった。この事故は、当時、 中学校にはプールがなく、現場から500メートル下流の松橋橋付近が水泳地域に指定されていたものの、地域民に連絡が行き届かず、遊泳禁止の場所で泳いだ結果深みにはまった事故だった。慰霊碑は1966年建立。橋の建設に伴い、現在は西区、遺体地区内の遺体公民館の敷地内に移設されている。ありがとうございます。